お願いします。いや、溶かした方が早いな。あ、そう。え、伝じろうさんに頼むよ。伝じろうさん。髪が溶けるやつ。え、おばちゃん。こんばちゃん。あ、黒目のさん、早い。はい、20秒前です。父さんとか。すごいな、丸い。FEC チューンド。さあ、今週も始まりました FEC チューンド。火曜日の担当はですね、大平スタイルがお送りします。イエーイ、大平スタイル、イエーイ、チューズデスタイル、大平スタイルのチューズデスタイルですよ。チューズデスタイルですよ、はい、始まりましたよ。そしてですね、この FEC チューンドではですね、はい、曜日ごとに各コンビがですね、オープニング漫才を、はい、やっちゃいますよ、はい、始めてるんですけれども、今週のテーマがですね、はいはい、捕獲、はい、ああいいっすね、捕獲。捕獲ですよ。ええ、グッときますよ、はい。まあまあ捕獲といえば、まあ、はい、ケイちゃん、君今まで捕獲されたことありますか？いや、あるわけないでしょ。捕獲とか珍しいことないでしょ、絶対。いや、実はね、僕、うん、誰にも言ってないけど、うん、捕獲されたことあるんですよ。あるんですよ。え、捕獲されたことあるの、はい、お前。厳密に言えば、うん、あの現在進行形で、うん、まあ、めっちゃちっちゃい頃の本当に記憶がない頃から捕まってる状態なわけさ。どういうこと？それ何、お前めっちゃ今捕まってるで、誰に？そうそう、いや、ほんとね、アダニア・ナオミっていう謎の生物。いや、のおかんやしや。それ捕まってるって言わないから、産んでくれたおかんだろや。ありがとうだろお前そこ。いやー、でもね、実は俺は、うん、イギリスの王子であって、うん、本当は身分の高い生まれだと思うわけさ。だけど、はい、アダニア・ナオミに捕獲されて、うん、貧乏な暮らしを余儀なくされてると思うんだよ。いや、お前それただの願望でしょ。あと、おかんにめちゃくちゃ失礼なことばっか言ってるからね、お前。いやー、俺はもう早くファザーに会いたいよ。いや、ファザーいるでしょ。いるでしょ。アダニア・コウシュンっていうファザーいるでしょ。まあ、くたばってますけどね。いやいや、俺してるよ。でも、それにしても、あのポケモン GO、流行ってるらしいね。あ、まあ確かにね、みんなポケモン GO ばっかやってるよね、今ね、うん、いや、あれがポケモンじゃなくて、うん、AKB48 だったらいいと思うけどね。ね、どういうこと？ AKB48 だったらいい、自分のお家のね、風呂場にスマホを向けるさ、うん、そしたら大島優子が出てきたらテンション上がるでしょ。確かに上がるけど、うん、それちょっとなんかダメでしょ。そんなのはダメでしょ。何言ってるか。もうね、全然あのお風呂場だけど洋服とか着ててもいいよ。優子ちゃんに、あ、俺シャワー浴びるから背中流してよとか言ったりとかね。いや、ただの変態やし、妄想してる変態だろ。いや、もう湯船の中にいたらめっちゃ最高だけどね。お湯を張った湯船の底で、うん、大島優子ちゃんが仰向けの状態でいるとか。いや、ビビるでしょ。仰向けの状態で大島優子ちゃんいたらビビるだろお前。そんな、いやいや、まあでも AKB が台所にいてもいいよね。オーブンレンジを開けたら、うん、あの指原ちゃんがいたりとか。いや、なんでや、指原ちゃんだけそういう汚れ役だばよ。いや、フォーチュンクッキー作ってるばよ。いやいや、自分クッキーになってるだろ。それだったら、いや、自分クッキーでしょ。やっぱ極めつけは布団だね、うん、布団、うん、布団の中に前田敦子がいたらもう俺も眠れないもん。もう朝までおしゃべりするからね。いや、だから変態でしょ。つか、おかんがそんなの見たら、うん、この子布団の中でなんか独り言言ってる、30にもなって何やってんのってなる。いや、もうついでにフライングゲットしちゃうぞ。AKB でゴーでフライングゲット。いや、ダメだこいつ。いや、お前はね、もうフライングゲットとか言うか、ポケモン GO というか、お前病院へゴーだ。いい加減にしろ。ありがとうございました。いやいや、捕獲に沿ってた。
まあ、感想は後ほど聞きましょう。はい、始まりましたよ。オープニング漫才やっぱ、はい、緊張するね。緊張しますね。やっぱり、いやでも、だんだんね、うん、コツを掴んできたというか、なんかもうむしろもう自分寄りになってきてくるから、うん、なんかもう前後のあれが分からなくなるよね。なんかこう辻褄が合ってるのかすらも分からなくなるよね。うう暴走しちゃうよね。どういうこと？なんかお前の言ってることが今暴走してる。暴走してるかな。うん、なんか。普通のネタとかあるさ、まあね、うん、あの劇場とか舞台であるネタは、うん、はいはい、まあ、お互いにこう考えて作るさ、うん、客観的な目線で見れるけど、はいはい、オープニング漫才となるとなんかもう自分の好きなことばっかり言いたい言いたいってのがなんか連なって、うん、気づいたらこれあれってこれちゃんとなんか建物としてできて出来上がってんのかなみたいな、思いっきり板をなんか繋げただけじゃないのみたいな、これちょっと例えが分かりづらいから変えましょう。うるせえ。うるせえ。例えがよくわかんないよ。何喋ってんだよ。一丁前に。もうこの例えが。一丁前になんか万歳作ってますみたいな雰囲気出さしたね。作ってますね。なんかもうね、訳がわからなくなっちゃうっていうね。いやでも、あ、はい、もう早速たくさんのメッセージが来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、まずは自己紹介しましょう。自己紹介いきましょう。はい、はい、僕たちはですね、演芸集団 FEC から、うん、いや、やってまいりました、浦添市大平出身のコンビ、大平スタイルです。大平スタイルです、よろしく。大平スタイルって言いますね、はい、こんにちは、はい、そしてこの、FEC チューンド火曜日の担当させていただいております。はい、はい、はい、みんなね、チューズデーは楽しみに待ってたでしょ。この大平スタイルのチューズデースタイル、いや、チェケラ拍手来てます、ありがとうございます。あー、結構結構ありがとうございます。いないよ、むしろちょっと外側の方でブースの方ではちょっと撮影してるよ。そうですね、あの部外、部外、もう僕らと関係ないことをしてますね。すごいありがたい。そっちはそっちで盛り上がってるからね。というわけで、あ、なんとあのバンスさんからどうツイキャス、大平ラジオ聞いて楽しいからいいよね、うん、お休みで、いや、もう寝るんかい。聞けや、るんかい、お前聞けや、最後楽しみにしてたんちゃうん。まあいいでしょう。あ、野生のキイチが現れてたと、綾野さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう本当にね、たくさんの方来てますね、はい、ありがとうございます、本当に。いやいや、ありがたい、素晴らしい。あ、こんばんはです、ユーミンさん、ヨシキンさん、寝るばって、あ、バンスさんに突っ込んでますね、さすが。ツッコミどころ満載です、満載です。ユアピピさん、拍手いただいてますよ、パチパチ。 ありがとうございます。はい、それではですね、はいはいはい、まあ、自己紹介も済んだところなので、はいはい、本日のラジオの企画紹介などしていきましょうか。行きましょう、行きましょう。はい、本日は、うん、はい、本日は、ギャグキングへの道、選手やったんですか。ああ、やったんだ。やりましたよ、タイガ君と一緒にね、やっちゃいました。あ、そうなんですよ、先週ですね、そうそうそう、僕がちょっと風邪でお休みしてしまって、はい、いや、代わりに、代役としてきんぴらごぼうのタイガー、ありがとうございます。ありがとうございます。持つべきものは同期だね。同期だね。うん。ありがたい。同期ですよ。うん。本気ドンキークレイジー。これはちょっとあの、ボーイを知ってる世代にしかわからないと思うんですけど、すいません。なんだば、お前。ちょっとポークさんだったらわかると思う。ポークさん、今来た、こんばんは。いや、ちょっと、ね、ポークさん、個人指名してるわ。やめろ、やめろ。ツイキャス来てるからね。本気ドンキー。じゃあ今日は、はい、キイチのギャグキングへの道という企画は、あれは2週ですね、2週に1回ということで、今週はお休み、お休みです、はい、お休み。そしてその後、はい、まあ、それがなくて、なくて、はい、大平スタイルのツッコミ研究所、ツッコミ研究所、はい、やってまいりますよ。まあ、こちらはリスナーさんからいただいたテーマを、テーマを元に僕らが漫才する、そう、まあ漫才、まあそうですね、まあまあ漫才して、シチュエーションを、まあ、どちらかというとコントですかね。コント、コントというか、コントではないでしょ。シチュエーションでやるから。コントのイメージでやってる。コント、いやー、漫才じゃないですか。漫才じゃ漫才か。こっちでまあ喋ってるんで。喋りながら、はい、喋りながらあなた方をあの物語の世界に誘いますので。迷宮入りだわ。迷宮入り。すごい、ラビリンス。ほぼ迷宮入りのコント。ミノタウルスね。漫才できるね。迷路ですよ、本当にもう。はい、そしてその後は大平青年会。はい、大平青年会。恋愛相談係。はい、ということで、こちらの方はですね、はい、リスナーさんから、はい、まあ、恋愛の相談だったり。そうです。まあ、僕らお互いに30代なんですけども、まあ30代なりのね、30代なりの、はい、ちょっといろいろお答えをしていきたいな。まあ、僕らもそれなりに恋愛は経験してないか。
いやしてないか隣のハゲは。俺こう見えても恋愛マスターだよ。いろいろ恋愛してきたよ。一桁しかまだ恋愛してないけど。指で数えれるな、片手で数えれるほどしか恋愛はしてませんが。まあまあでも、はい、この恋愛相談係はもうキイチが答えてくれる、うんうん、答える答える、はい、僕はこう見えても理系なんでね。僕理系なんですよ。あ、そうなんですか。はい、だからもうガリレオみたいな感じで、はい、ちょっとこう科学とか公式に沿ってちゃんと、はい、みんなが納得できるような、感情で訴えない、ああ納得、頭で考えて納得できるような、うん、うるせえ解きますよ。なんでもうるせえうるせえの意味がわからん。てめえが恋愛語ってんじゃねえ。語るだろ。うるせえな。語るシスっていう、キイチが恋愛語るシスっていう、ね、相談係ということで、どしどしメッセージお待ちしております。はい、お待ちしてますよ。はい、それではですね、メールアドレスが、はい、797@FM、うん、すみません、ちょっと、お待ちください。ちょっと見えなかった、はい、申し訳ないです。はい、fmginowan.com、うん、はい、797@fmginowan.com ですね。はい、こちらの方で、もう分かりやすいですね、はい、送っていただけたら、はい、はい、お願いします。僕らがね、はい、あのメッセージ読まさせていただきますので、できればなんですけれども、はい、あの、オレンジレンジ、オレンジレンジじゃない、オレンジレンジ、オレンジレンジだよ。オレンジレンジつけるってこと？違う。どういうこと？大平スタイルね、うん、大平スタイルの中年スタイルです。俺ら大平スタイルのこと今オレンジレンジと間違えたの？王が似てるさ。いやいや全然王だけだよ。王だけだけど。オレンジレンジに失礼だもん。いや普段から思ってるからかな。いや大平スタイルとオレンジレンジ間違えるやついないだろ。よく言われるもん。よく言われるもん。鼻良かったね。鼻っていう漫才やったでしょ。鼻って漫才良かったねみたいな。はい、どしどしお待ちしておりますので、はい、お待ちしてます。ぜひぜひコメント等もたくさん、はい、お願いしますよ、はい、お願いします、はい、ツイキャスですね、ヨシキンさん、はい、ツイキャス割れてませんかって、うん、割れてる、あ、割れちゃってましたかね。今どうですかね。皿が割れるとこですか。はい、あ、誘拐されるとか、皿割れる、皿が割れる、うん、皿割れる、頭割れてんじゃねえ。頭割れてないよ。割れてません、中身が崩れてるんです、うん、お前めっちゃクリックしまくってて、あのどんどん来てるんで、上から、あ、上からいっちゃう、はい、どんどん、じゃあ、ね、黒紫さん、ツイキャス大丈夫ですよ、大丈夫ですよって来てますね、ありがとうございます。大平レンジ、大平レンジ、あ、オレンジ色の T シャツ、顎が割れてる、いや、キイチだけ、キイチだけ、あ、キチチだけ、顎割れ、顎割れ、頭も割れ、頭も割れ、顎ケツ大魔人ということでね。なんだろう。ライアン・テイラーさん、キイチさんのシャツの色、チェダーチーズみたいみたいな、チェダーチーズ、チェダーチーズみたいな、チェダーチーズって言ったら、チーズだよってやらないの？いや、チーズだよは、チーズだよ、自己紹介のやつでしょ。チーズだよ、うん、みたいな。あ、腹は割れてないですよ、タップタップですね。腹は割れてないです、タプタプです、はい、プリンです。顎ケツだよ、めっちゃ文句ばっかり来てる。わらわら。いや、顎見えるんですね、ですね。アバンスさん、はい、恋愛相談は漫画のボーイズビーを見てた俺に任せろ。いやいや、一番信用できないやつだ。そんなね、二次元じゃないですか。俺ら世代ですけどね、はい、ボーイズビー、あ、ボーイズビーも見てましたよ、掲載されて、マガジンで掲載されてたやつなんですけれども、あれは僕らのバイブルみたいな感じですよね。バイブルですね、まあ、ホットドッグプレスが一番のバイブルなんですけど。いや、古すぎるだろう。しかもあれちょっとしたあれやし、あの青少年用の本だ。いやいや、もうだから、そうさ、もう俺らの、うん、俺らのぶつけさ。でも中学生といったらもうホットドッグプレスですよ、本当に。ヨアピピさん、はい、片手で収まるの？わらと。いや、収まりますよ、僕こんなハゲ、誰も寄りつきませんからね。今までの恋愛経験のことじゃないですかね。まあ虫とか、動物とか入れたらいっぱい増えますけどね。というわけで、はい、え、何ですか今のボケた。ボケてないっすよ。あ、そうなんですか。はい、ただぶっこんだだけです。あ、よかった、これがボケだったらちょっとどうしようかなと思った。ちょっと一回 CM 挟んだ後お前いなくなってるっていうパターンになるかなと思った。そうそう、よかった、ボケじゃないんだね今のは。あ、ボケじゃない、ボケじゃない、ボケじゃないんだ、はい、僕のただちょっとあれ言ったらポエムです。頭が割れてたってだけ。いや、頭中身がぐじゃぐじゃ。ポエムだわ、なんだろポエムって言ったら僕のポエムです。ちょっとつぶやいてみました、この感情を。この感情を。曲いきましょうか。いきましょうか、はい、はい、曲いきましょう、はいはいはい、では、お送りします曲はフィンガーファイブで学園天国です。どうぞ。はい、皆さんやってきたよ、ツイキャスタイム、ゴーゴー。なんでお前ツイキャスだったらテンション上がるの。おかしいだろ。テンション高いけど、ツイキャスタイムだったらちょっとそれはそれでなんかこの、あ、まあ切り替えというかね、切り替えというか、イエーイイエーイイエーイというか、ゴーイエーイイ
イエーイ。いやこれ聞こえてないから、聞こえてないから、ラジオで流れてるから、歌声が聞こえてないから今、ね、からこそあえて盛り上げようということで、ごめんごめん、今俺の中では学園天国だったから、あれは学園天国流れてるんですよ、ラジオでは、うん、でもあの追加数では流れないですからね。あ、三つ国から、三つ国、三つ国って呼び捨てしちゃいましたね。めちゃめちゃ言ってる。まあ、幼馴染なんでね、三つ国さんから。キーちゃん、アリさんはいいのか。いやいや、どうなんだよ。キーちゃん、ターちゃんばっかり呼んでたよね、笑うと。いや、もうターちゃんも僕の中のバイブルですよ、本当に。ジャングルの王者ターちゃん知ってますか皆さん。少年ジャンプのジャングルの王者ターちゃん、あれも最高ですよ。あの、猿のエテキチ、エテキチ、エテキチ、将棋が強いっすよね、猿のくせに。いや、エテキチはもう本当にキージラ、大手ジラ、あれは師匠だよね、本当に師匠、師匠、師匠で、いやもう本当に親ですね、エテキチみたいになりたかったもん。あ、そうなの、あの猿、あの猿さん、あ、かがやくさん、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ライアン、ライアンテイラーさん、高校生の頃、ボーイズビーみたいな恋愛に憧れていた。まあ確かに。ケイトさん、憧れます、一週休んでさらにキイチさんへのツッコミが厳しくなります。そうですね、ああ、一週休んじゃうと久しぶりにキイチの顔を見て、こう隣でね、ドキドキした、いや、ドキドキはしないですよ、ムカムカしかしないです、胸がムカムカしかしない、胸がドキドキになって、やっぱ隣でね、ムカムカキイチ、ムカイチ、こんにちは、今日はケイちゃんさんいるから最後まで聞きますよ。あ、何この差別。何でね、これケイちゃんってもう明るさまやね。ありがとうございます。ちょっとケイちゃんファンの方、あのツイキャスではーいって言ってもらっていいですか。隠れファンもいや、はーいって言ってください。あのいつもはコメントしないんだけど、見てるだけの方、とりあえずはーって、はいってやってください。どういうことよ。どういうこと。ペータさん、うん、放送コード外れた。あ、なんすかね、なんか僕なんか変なこと言いました？はい、20秒前です。はい、下れた的な感じ言いましたかね。まあこれいっぱい本当にありがとうございます。ポークさん、ちゃんと突っ込んで笑って。いや、突っ込んでもらいましょう。20秒前です。ドンキ、ドンキで。はい、というわけで、はい、曲を聴いていただきましたよ。はい、はい、そしてですね、うん、本来ならば、はいはい、ここはコーナー、あ、そうですね、をやってるんですけれども、ね、今日はお休み、今日はお休み、はい、キイチのギャグキングへの道ということでね、いい感じですよ、まあ、このコーナーも一応紹介はしといた方がいいんじゃないですか。あ、しときましょうか、はい、まあ、これはですね、キイチが一発ギャグをして、はい、まあ僕が突っ込むっていう簡単なコーナーなんですけれども、うん、ね、はい、まあ、キイチがね、いろいろ一発ギャグをね、舞台の上とか、まあいろんな場所でね、はい、やる機会が結構多いんでね、多いので、はい、ちょっとこれを機会に、まあこうやってせっかくね、ツイキャスとかコメントが、うん、生のね、はい、来るので生の反応が見られるので、ぜひね、そのコーナーの時には、うんうん、あの皆さんぜひコメント、お待ちしてますよ、はい、皆さんのコメントマジで待ってます、はい、はい、メールでもいいですよ、はい、もね、あの待ってますんで、黒村さん、あ、オレンジンライブお疲れ様でした。あは、さっきからオレンジって言おうとしてるな、しょっちゅうな。なんかね、オレンジが来てるよね。だから T シャツがオレンジっていう、こう、指摘がいっぱいあったから、うん、オレンジ色よ、みたいな。うん、だから、ソロがなんかもうオレンジが離れないよね。でも、マイフェイバリットカラーオレンジだから。なんだろうな。隣に行ったら今、ちょっと髪、うん、このツイキャスに映ってないのがちょっと残念だ、うん、お前ちょっとあっち向いてもらっていい、うん、この、これがムカつく。何が？この何、あの、ヘッドホン？なんか全然やり慣れてない DJ 感がムカつく。やり慣れてる。チッキチッキじゃない。これついてないんですよ、ヘッドホン。こう外してるんですよ、ヘッドホン外れてるんでね。これ外れてる方を抑えるっていう、この DJ、わけがわかんない。オレンジの服の方はマスコットですかっていう。こんなマスコットいたら大変でしょ、マジで。いや、天然記念物ですよ。誰もファンになりますよ、みんなの天然記念物。いや、ファンになるよ。ファンなるなる。いや、オレンジ嫌いなりそうって。ユアピッピさん。いやいや、オレンジ好きになってくださいよ。ね、スマップの曲でもね、有名な曲があるじゃないですか、オレンジみたいな。ああ、いい曲ですよね。あの曲はいい曲ですよ。僕もあんな恋愛をしたいですよ。さよならと言えるような男になりたいですね。言われる立場なんでね。さよなら。ここで言われた。うわ、1さよならゲットというか。あ、そういえば、はい、あの、始まる前に、はい、メッセージ。あ、メッセージ。いただいてるんですよ。ありがとうございます。早速。はい。それでは紹介したいと思います。はい、います、はい、ラジオネームが、はい、お笑い大好き高校生さんから、ね。お笑い大好き高校生さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんばんは。うん。こんばんは。突然ですが、質問です。うん、なんだ？私はクラスの男子とコンビを組んでいるんですけれども、うん、お父さんとも組むことになってしまいました。ほう。ネタを作るのが大変なんですが、うん、はい、どうしたらうまくいきますか？
今夏休みでネタ考え中ですと。ネタってこれあれですか、寿司ネタですか、ね、いや違うだろうや。えコンビ組んで寿司握るってどういうことか、うん、今度なんか創作コンテストみたいな、創作寿司コンテストみたいな違うでしょ、ちょっと翔太の寿司読みすぎて俺らに、そんなそれだとしても俺らにそんな相談しないだろ、うん、いや俺らに相談するってことは明らかにもう漫才とかそういうやつでしょ、いやいやいや、ここはねやっぱ寿司の話題が来て、うん、だからちょっとじゃあ西洋のものも取り入れたらっていうことでアドバイスしてチョコレートを入れろみたいな、寿司の中にしかも軍艦にしろみたいな、海苔とうるせえうるせえうるせえな、あ、先生漫才ですよね多分僕らに聞くそうですね、はい、はい、ありがとうございます。お悩みが来てますよ。あ、はい、ネタどうやったらうまくできますかっていうことですかね。そうですね、まあネタというより、まあ、まあまずはね自分が好きなテーマで、テーマで自分が好きなことをねやるっていうのが大事なんじゃないですか、はい、もう本当僕らあのまーちゃんさんにいつもネタ見ていただいたりしてるんですけど、始めた頃からもねずっとまーちゃんさんに見てもらったんですけど、本当は誰にも言わないですよ、誰にも言わないです、まーちゃんさんのこのネタ見せで受けたアドバイスなんて漏らすことはないです、誰にも漏らすことはないんですけど、ちょっと今回特別にそんな極秘な感じだったっけ、極秘な感じ、もう一番大事な基本中の基本、これさえうまくできればもう笑いだろうが何だろうがパフォーマンスだろうが全部うまくいく、おお、そういうのもうバラしちゃっていいかな、あるんだあるんだ、あるあるある、うん、その秘訣というのはですね、やっぱ声を出すことですかね、大声を出すこと、伝えるっていうのが一番大事なんで一番伝えるの下手くそな人、伝えるの上手だわ何から伝えればいいのか、ほらこういうのも伝わらない、迷ってるわ俺迷ってるわ何から伝えればいいか分からないわ絶対伝わってないわ、チョイスしたわ伝えるって聞いてなんか何から伝えればいいの、いやでもやっぱ一番はもう楽しくやることですよ ね、 そうですね、楽しくやることです、はい、本当にケイちゃんがいいことを言いましたよ、はい、ネタを作るにしろ、はい、作ってる時からちょっと楽しくね、うん、まあ、お父さんとコンビを組んだんでしたら、うん、お父さんと楽しくこういうことやりたいとか、会話とかね、でクラスの男の子とコンビ組んだんでしたら、ね、クラスで、まあ、学校にまつわるね、うん、こういうことやりたいとか、いいこと言う、まあ、家だったらね、まあ、このパパさんとかね親子漫才やってますから ね、はい、楽しそうにやってますよね、楽しそうにやってますよ、はい、しかもずっと僕らより芸歴も長いですから、本当にコナツちゃん、コナツちゃん、そのコナパパっていうコンビを親子でコンビ組んでてるんですけども、うん、はい、そのコナツちゃんとね、コナちゃんが、はい、はじめさん、コナパパ、もうコナツちゃんも高校1年生になってね、パパさんね、はい、もうずっと組んでるんですけども、今でも楽しそうにね、仲いいよね、楽しそうに漫才するからね、見ててなんかこっちもね、ほっこりしますよね、ちょっと楽しくなっちゃうからね、あれはすごいなと思いますよ。はい、あ、ヨシキンさん、大平スタイラーすごく声出てるよって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。声は大事ですからね。はい、まあ、声は出ながら暴走するのが基地ですからね。そうですね、まあ、もう何でもいいかなって思ってきましたよ最近。何でもいいかな。好きなことやれやいいかな。好きなように動けばいいか。好きなことずっとやってるでしょ。バッキャローみたいな感じで。はい、ペータさん、父いじりは難しそうって。はい、まあなかなかね、なんかお父さんってなるとね。土いじりみたいな言い方しますね。なんか土いじりみたいな言い方しますね。この方ちょっとロハスみたいな。ロハスですね。いやお前なんだろう。僕は永遠のロハスですよ。そうなんですか。オレンジライブはみたいな、あ、オレンジのライブですね、うん、僕オレンジレンジさんのことをオレンジのレンジって言ってましたね、わかります、電子レンジ、オレンジのレンジ、あ、そうなんですね、熱くなるぜみたいな、ありがとうございます、今日お疲れ様でした、早いわ早っ、あ、スカママさんお疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがたいですね、どんどん、いやもういろんな方が見ていただいてます、ね、みんな元気かありがとうございます、あ、急にラジオを聞いてらっしゃる方もちょっとびっくりしてたよ、あんまり、ね、あんまり声びっくりする、はい、せめてちょっとマイクから離れていって、すいません、こういう症状なんです、うん、僕はよろしくお願いします、あ、でも久しぶりにお二人見れて嬉しいなと、あ、たけしーさん、あ、たけしーさん、あざます、お久しぶりですありがたいですね、どっしょ、あざやっちゃいますよ、あ、けいちゃんの開始好きってゆあぴぴさん、あざます、もうゆあぴぴさんはけいちゃんのことしか言わないっすねまあいいんすけど、ちょっといじけてきてるやしょ、いや、いじけてないよ、いじけてないよ、いや、いいでしょ別に、大平が好きで見てくれてる、あ、聞いてくれてるんですか、本当かな、ゆあぴぴさん本当ですか、本当だよ、黒紫さん元気だよ、音符、はい、ポークさん、コーナーは、コーナーは、コーナーはやっぱ90度カーブで、いやいや、そのコーナーじゃないのよ、お前曲がってこい、お前とりあえず今コーナー攻めてこいどういうことよ、一人な、しかもあれ、それはメンソーレ、それそれやってないんじゃないですか、あ、オープニングで
あ、じゃあ行きますよ、皆さん。いつもの挨拶行きますよ。お手を拝借。はい。せーの、メンソーレーあ、それそれめっちゃ近いっすわ。近いっすか？近いっすか？僕、あれ、これ、はい、近い、声があれかもしれないですね。バグ。大声を出すのはいいんですけど、ね、あんまマイク近すぎると。そうです、ね。音割れちゃうんで。音割れちゃいます。あ、それそれっていっぱい来てますよ。あ、それそれ。ありがとうございます。元気ーと。元気ですよ。元気出していきましょう。キーツは元気です。うん。ありがとうございます。はい、いやー、いいね。いっぱい来てるね。いやー、ありがたいっすね。あ、メンソーレ、それそれ、綾野さんもね。もう、有田さんも来てますよ。黒紫さんも、それそれ言うてますけど。ライアンテイラーさんもそれそれ言うてますけども、アスカママさんもそれそれ、ね、じゃあもう次からはコーナー、あ、いっちゃいますか、はい、いきますので、その前に一回曲、はい、あ、いきましょうか、いっちゃいましょうか、はい、はい、本日の曲はもうみんなが大好きな曲ですよ、はい、はい、じゃあいきましょう、はい、Perfumeでチョコレートディスコです、どうぞ。スイキャスタームゴーてか何だかお前のそのテンションの上がり、なんか違うんだよね、こうラジオと、うん、いい感じ。お、すごいな、ユアピップさんから、うん、ケイちゃんさんの好き度を1としたらキイチさんは 0.1 かな、笑う。それでも僕1ですからね1 、まあ、何回かは分からないんだけど、ね、いや1、どこからのあれなのかな、竹下さん、あ、バージョンアップじゃなかったか、バージョンアップバージョンアップって言うけどね、あすこまさん、キイチさん、井戸端の受付お疲れ様ね、わと、あ、そうです、もう本日井戸端ライブがそうだったんですよ、2周年記念ということで、あのね、お手伝いさせていただきました、ありがたいですよ、いいっすよね、井戸端トーク、あ、もう本当に、あきらさんとね、はい、あのなんか、公平というか、うん、勝栄、あ、勝栄とオバーの、はい、オバーの、あのなんていうか、ゆったりとしたトークというか、うん、うん、癒されましたね、ぜひ皆さん見に来てください。まだ見たことがないという方は。ぜひぜひ、ね、普段あの劇場、あ、舞台ならではの、はいはい、あの普段テレビとかね、はい、ラジオとかで言えないようなこととかもやりますからね、すごい、はい、この言葉でね、はい、話ですよ。ポークさん、それそれ、リュウジさん、それそれと、あの、それのそれっていう字がもうあのひげ剃りのそれになっちゃいますから、ね、お、いや、ピッチさん、わかりやすきましたよ。ケイちゃんさん100、キチさん10だよ。わあ、すげえな、赤点だわ、俺。おもろ、10分の1か。じゃあ俺10人集めなきゃいけないな。というわけで、キイチは10、キイチ10人の探しのために出てかけた。井戸端トーク、また見に行きたいと。あ、見に行ってください。ぜひ、黒紫さん来てください。ぜひぜひ、また見てください。いや、もう黒紫さんもいつもね、ライブ来ていただいてありがとうございますですよ、本当に。ない時間なんでしょ。あ、大平も単独ライブやってほしいさーって、あー、ありがたいですね、もう一応ね、いろいろ1年前ですか、はい、ちょうど1年前ぐらいにやったんですけれどもね、いろいろ考えてはいますよ、ね、うん、まあまあそうです、はい、やりたいねーって、単独ライブやりたいねーって、はい、まあ今ちょっとね、ライブがねちょっと忙しい、ちょっとライブがいろいろ立て込んでて、あの課題が今いろいろありますので、大平さん、そうですね、でもはい、ね、こうライブをやっぱ重ねていくってことは、まあね、結構僕らの、ね、 ね、力になるんで、まあ、その力でやっぱ単独できるってなったら、ぜひやりたいなと思ってます。ライブやった時は遊びに来てくださいよ、はい、お願いしますよ。でも本当にあの今だからかもしれないけど、単独でもっとやりたいこといっぱいあったよね。まあまあまあ、なんかね、あの時って初めての単独だったし、ちょっと手探り感であったし、もうほとんどアキラさんにね、もうあのプロデューサーとしていろいろやっていただいたので、今度はねちょっと自分なんかやりたいことをちゃんと出して、いや、もうやりたいことやったんですよ、結果1年前もやったんですけど、もっとねなんかこう表現できたらな、表現できたら、ひとまかせではなくやりますので、ぜひ皆さん、はい、遊びに来てください、遊びに来てください、その際には大平スタイルの単独ライブ、はい、お、黒紫さん行きたいって、リュウジさん単独やるなら行きます、あ、リュウジさんありがとうございます、ヤビッピー遊びに行く、ヤビッピーさんがもうキイチの評価10だからちょっと呼び捨てしちゃいましたね、ポークさん単独行ったよ、音符、あ、もうポークさん大丈夫ですよ、もう綾野さん、キイチさん10人はきついな、きついですね、いやいや、集めようよ、リュウジさんもキイチさん10人は地獄映像笑って、僕そんなあれですか、僕、相当日悪いですよ、キイチ10人だ地獄でしょ、いやいやいや、楽園でしょ、楽園ベイベーじゃない、キイチ10人で、もうなんか持ってるジュースが全部青いもん、ブルーハワイ的なねいやいや、本当にブルーハワイですよ、みんな行くよー言うてますけど、アスカママさん、本当にありがとうございます、ありがとうございます、単独、いや本当にこんな単独やりますもん、やりましょう、やりましょう、
やりたいね。やりたいですね。でも本当に今ちょっといろいろやりたいことあるんですよ。え、そうそう、うん、なんかプラスに住んでます。ん、これ自分なんかじゃないか。これ僕らじゃない。20秒前です。はいはい、お、やろうやろうって、やろうやろう、ラジオでもうあかんって。あ、黒紫さんすいません。10秒前です。はい、お願いします。ジングル返しますすいません、無音になっちゃいましたね。はい、ゆうみさん、みなさん、始まりますよ。せーの、メンソーレアッサレッサレ、大平スタイルのチューズデースタイル。はい、はい、大平スタイルのチューズデースタイルって声が流れてましたね。あなたの声が。ちょっとピックアップしてみました。あなたの声だけを。いや、まあ、ありがとうございます。僕のメンソーレそれそれもなんだろうなって感じでしたけど。いや、でも、いいね。面白いね。あ、ユーミラアッコさんから来てますよ。ユーミラさんって、その他の、その他のキイチ、こんばんは。俺しかいないから、いや、俺しかいないからいいけども、いいですけど、もうユーミラさんはもう攻めるな。あ、黒村さん、ラジオで無言はあかんって。無言はあかんって。ちょっと一瞬止まっちゃいましたね。なんか、時がね。メール見てました。申し訳ないです。あ、バンさん、音楽のリクエストとかできないの、おととい行きやがれ。おととい、速攻返したな。バンさんに対しての返しがすごいな、お前が。いや、バンさんこんな感じでしょ、返しは。まあね。バーって RPG 聞いとけ。 RPG RPG っていう感じでやっていくんじゃないでしょうか、はい、あ、でも音楽のリクエストできますけど、もう今週はもう決まってるので、はい、また来週流すっていう形になりますね。あ、そうですね、はい、でもリクエストありました、はい、ぜひこの曲聴きたいなってありましたら、ね、ぜひぜひ送っていただいたら、はい、お願いします、はい、あと、まあ、あのツッコミ研究所の、お題シチュエーション、お題もありますのでとか、はい、じゃあ、まあ、コーナー行きます？恋愛相談でも、はい、あ、でもユーミンさん行きたい、ずっとそれそれしていたい。あ、それそれしましょう。ありがとうございます。いいっすね、一緒にサーレサーレ、いいっすね、単独でずっとキイチがどこまでそれそれできるかっていう。あ、やっちゃう、それそれタイム始まった。やらんわ、やらんば。俺もさ、50巻ぐらいはやっちゃうけどな。それそれ外出てやってもらって。いや、でも多分脱水症状になってると思うけどね、そのうち。あーみたいな、はい、はい、それではですね、はい、この時間はですね、はいはい、コーナー行きましょうか。はい、行きましょう、コーナー行きましょう。はい、じゃあタイトルコールお願いします。はい、大平スタイルのツッコミ研究所。よいしょー、パパパパ、やったーやったー。はい、このコーナーはですね、大平スタイルのツッコミ研究所ということで、リスナーの皆さんからですね、お題をいただきまして、まあそのお題で、まあキイチがどんどんボケていくので、僕がどんどん突っ込んでいく、突っ込んでいきましょう。はい、まあいただいたお題で漫才をするっていうね、まあほぼほぼの即興で、ほぼほぼ、そうですよ。あ、でケイちゃんのツッコミはもうまるっきり即興ですからね。即興ですからね。で、メッセージもしも今日お題とかいただきましたら、来週、来週、そうですね、また来週ね、採用されたそのテーマを、はい、テーマで漫才していきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、いや、このコーナーね、一番汗かくんです。だね、大丈夫でしょ。本当に、いや、楽しんでやったらいいですよ、そんな。いや、まあ、楽しんでやりますよ。考えるな感じろ、はい、ということね。考えるな感じろ、考えるな感じろ。はい、それでは行きましょうか。はい、行きましょう。はい、では、まあ、本日先週いただいた、あ、シチュエーションは実は、はい、先週来なくて。あ、来なかったんですか。はい、なので僕がもうシチュエーション、それはもうキイチが、はい、足りなかったということで、なんだろうな、むしろ俺に夢中だったっていう感じですね。僕に夢中になりすぎて、あの送るのを忘れちゃう。キイチに夢中になりすぎて、はい、皆さんが、もう送るの忘れちゃう。そのメッセージを送るのを忘れちゃう。キイチキイチってもういっぱい、もううるせえ、うるせえじゃない、なんだうるせえって。なんだわ、聞けよ。なんなんだよ、うるせえじゃないよ、ね、うるせえって。今日だけハマってる。ハマってるんだ。なんか今日だけちょっと俺のツボに入っちゃって、うるせえ、お前が言うなよ。ダメなんだ。そこはうるせえで返して。まあいいけど。アリスさん、わらわらと来てますよ、本当に。はい、それでは行きましょうか。はな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 。はい。シチュエーションを。シチュエーションは、はい、職務質問ですね。職務質問、またまた。はい、うん、まあまあ、わかりやすいシチュエーションです。いいです、いいです。ケイちゃんが職務質問される人で、はい、私が警官です。聞いて。警官、はい。はい。いいですよ。警官ですね、はい。僕が無造作にこのシチュエーションの中でボケていきますので、はい、もうケイちゃんはもうアドリブでツッコミですよ。もう瞬時に反応して。はい、わかりました。お願いします。はい。というわけで、大平さんのツッコミ研究所、シチュエーションは職務質問です。どうぞ。
はい、おい、そこのバイク止まりなさい。え、バイク、え、僕ですか。君以外に誰がいるって言うんだ、うん、僕と君とで You and I じゃないか。You and I now and forever。 いや、全然歌う、歌うところじゃないでしょ今。捕まえたんですよね。遊園代だよ。何ですか。まあ、ごたくはいいから、うん、ちょっとお前だよ、うん、ごたく言ってんの。ごたくはいいから、うん、ちょっと窓を開けなさい。なんでよや、窓ないよや、バイクって言っただろよ。社会の窓に決まってるだろ。いや、俺開けっぱなしだったわ。恥ずかしいわ、それ。なんなら中井の窓でもいいけどね。テレビやし。君ね、うん、あそこの信号で止めなかったでしょ。え、息を止めなかったでしょ。いや、止まえるかや。なんでや、信号ごとに俺息止める場合や。結構な信号続いちゃったら俺酸欠状態になるだろ。実は本館があそこでスカシッペをしたんだよ。いや、だったら止めたかったわ。だったら止めた方が身の危険にはならなかったな。本当にもう息を止めなきゃダメじゃないか。まあ一応今回は注意だけにしようと思ったんだけど、うん、顔がムカつくから罰金を取ろうね。お前最低だろ。お前警官として絶対言っちゃいけないセリフだよそれは。大丈夫、ほんの150円だから。安いな、150円で止めたんだ俺を。月々150円の240回払いだからね、合計で3万6000円だね。なんでローン形式だばや、うん、一括で取れや。しかもこれは20年ローンだよ。20年ローンだわ。嫌だわ、20年ずっと150円払い続けんの。嫌かい、うん、じゃあなら本館に賄賂をくれたら許してあげるよ。お前最低だな、うん、お前最低の警察官だろお前。まあ、ワイロとはワイヤーロープの略じゃないからね、うん、知ってるよや、うん、ワイヤーロープなんかくれって言われたら俺どうすればいいばい。ワイロハイターでもないからね。ワイロハイター、なんで洗濯したいの。洗濯か、これはあれだよ、当たってるか。いや、漂白剤だよ。漂白剤か。、うん、ワイロハイター。知らんよ、ワイロハイターじゃないぞ。、うん、ちょっと待て君、ちょっとお酒の匂いがするね。え、まさか。ちょっと本館の口に息をはっとしなさい。いやいや、和田アキ子かよ。はっ、ってちゃんとはっ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 としなさい。しないよ。うん、なんでもそんなはっ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 て。はっはっ。いいから、あ、ちょっと、あ、君、口を開けなさい。え、ふむ、どうやらお酒は飲んでいないようだね。でも奥歯のところの C の5番が虫歯になってるから気をつけて。いや、お前もっと歯医者かや。C の5番ってそんな、あの、歯医者が言うそうなセリフないだろうや。あと前歯にクソ分が挟まってるね。なんだわクソ分ってや。懐かしいよや、俺どこでバンシル食ってそのままカナ分食っちゃったばや。生き物は大切にしようね。けだもの係からのお知らせでした。いや、生き物係だろや。けだものってお前けだものだろ。それより君、名前は何て言うんだい。あ、僕ですか、うん、あ、ケイちゃんって言います。お、はい、なるほど、アルベルト下地ね。いや違うや、下地圭一郎って言うけど、アルベルト下地ではないです。失礼しました、シートベルト下地だね。量の回。いやいや、いやいや、もう全然アルベルトさんもいなくなっちゃったから。ちょっと詳しく話を聞きたいから、ちょっと歩道に寄せなさい。歩道に、いや、うん、まだ歩道でもなかったの、うん、そうだよ、ここは糸満ロータリーのど真ん中だからね、危険だからね。いや、危険すぎるだろや。お前どこで職務質問してる場合や、引かれてるわ俺らとっく。道路は車に気をつけて渡ろうね。けだもの係からのお知らせです。いや、関係ないだろ、けだもの係ちょいちょい出すけど絶対関係ないでしょ。ああ、車が来た、危ない、キキー、ドカーン、グフッ、バタン、ドコン、バキン、キャ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 、ザッ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 、ワン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 、ジャリリ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 、ウィンカシン、ウィンカシン、ウィンカシン、イヤーイヤー、ラン、ラン、ラララ、ンラン、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 ラン。どういうこと。車に轢かれた後のストーリーがすごすぎるだろお前。いろいろありすぎて突っ込みづらいわ。どうやらお迎えが来てしまったみたいだ。最後のランララランの方なの。実はお前に秘密があったんだ。秘密？誰にも言ってなかったか、はい、お前だけは告白する。俺が娘だと思って育ててきた子は実はチンパンジーだったんだ。いや、気づくだろ。そこ絶対気づくだろお前。俺はもうダメみたいだ、グフパタン、プー。いやいや、なんで女らしたお前、絶対死んでないでしょ。君ね、また息止めてなかったでしょ。いや、もういいよ、ありがとうございました。なんだわこれ。いや、いい、面白いですね。どういうストーリー。面白いですよ。ほら、みんなもう評判いいじゃないですか。いや、全然評判ないよ。ほら、いっぱい来てますよ。あ、ペータさん、けだもの係、はい、キーチさんって、どうも、けだもの係です。はい。こんにちは。リア充っていう一発ギャグもあるんですけどね。はい。リア充。
リア充、うー、ガウガウ、うー、ガウ、リアルな獣、リア充、うーということで、リア充、ハマりましたね。あ、ユアピピさん、ウケるって。ペータさん、けだものがかり。ソワさん、警官注意つもりで、チューするのかな、わらと。あ、そうですね、と思ったら、実は歯の検査をしてましたね。ペータさん、ガーン。タキシーさんのコメントが正解です。なんてコメントすりゃいいんだ。なんてコメントすりゃいいんだ。一応、本当に僕もやっててなんですけど、絶対コメントできしづらい。いや、しづらいでしょ。わかるでしょうが、これ。こんな世界観ないよ。こんな世界観を味わいましょう。ペータさん、頭が漂白されました。わらと。汗しかかかないわ、お前。いいね、頭が漂白。もう純白になっちゃいましたね、本当に。バースさん、いや、逆だろ、何が逆だよってよ、本当に。何が逆だよ。バースさん、どんまい笑って。あすかママさん来てますよ。というわけで、まあ、いっぱい、ね、いやありがとうございます。ありがとうございます。ね、もう本当に、まあ、これからもね、はい、どん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 、なんかこう。本当に汗かいてるわ。すげえ。めっちゃかく。結構大変。頭フル回転したんですね。頭フル回転した。あ、でも、あの、結構全部いい感じでしたよ。思った通りの、自分がこう突っ込んでくれたらいいなっていう通りになんかこう突っ込んでもらったんで。あ、来てます。はい、ありがたいです、ね。ああ、もうボケ、ね、ボケがいがありますよ、本当に。ああ、ありがとうございます。ラン、ランラランランランって感じですね。あっくんさん。カーリラジオから聞こえて気になりのツイキャスお邪魔しますって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うあ、うん、カーラジオから。カーラジオ、あ、お車で聞いていて。いや、それはわかりますよ。それ、え、あなた僕、バカにしてました今。バカにしてない、バカにしてない。カーラジオぐらいわかりますよ。知らない？知ってますよ。あ、知ってる。あれだ、あの、ミニ四駆みたいな感じで、ラジオにタイヤがついてるんですよ。ついてる。原動力は電池です。どういうことラジオが走ります。走るラジオ。見えるラジオじゃなくて、走るラジオです。そういうことじゃないだろ。あの、ゴーパチ走ってますよ。糸満ロータリーの真ん中って引かれる？はてな、ちょっと気になってた、わらわらと。糸満ロータリーはもうちょっと今改造されてね、ロータリー形式になってるからね。どういうこと？改造？糸満ロータリーの真ん中からもう歩道に移るっていうところですよ。あ、まあまあね。とりあえず引かれちゃう。でも糸満ロータリーが僕もあんまりパッて来なかったんですよ。うん、あ、本当に？その、なんていうんですか、景色が。だからツッコミがただ道路の真ん中でっていう、あ、そうそう、道路の真ん中イメージしかなかったんで。まあ、糸満ロータリー後付けだから、ね、もう引かれてるやしみたいなツッコミになっちゃったんだけど、そうそうそう、キキーとかパキンキラ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 、ウィンクシーウィンクシー、いや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 ランランララランランランが、お前が楽しいだけ引かれた時の音です見えるラジオ、フルサイオ、わらってヨシキンさん、ありがとうございます。はい、もうあっくんさん、ありがたいですね。カーラジオから聞こえてきてから、なんかもう見ててね、もう本当にもう、ありがとうございます。ソワさん、あ、こんばんは、岩手県から聞いてます、涼しいよって。 あいいっすね、岩手県、はい、あ、もう宮沢賢治さんで有名、でも言われ慣れてるんじゃないですか、皆さんも。岩手県、岩手県、ね、皆さんって、皆さん、岩手県の皆さんはでも沖縄の人って言われたら、みんなビギンなのって言われるぐらい多分言われ慣れてると思います。あ、ビギンちゃうわって、わてはビギンちゃうわ、コテコテの。いや、見たらわかるわ、見たらわからん、ただのハゲですよ。こんにちは、ツイキャス見てらっしゃるかな。じゃあ CM 行きましょうか。たけしさん、ナオシカ、ナオシカです。はい、はい、じゃあ、CM 行きましょう。もうスイキャスのタイムだよ、スイキャスタイム、皆さん来ましたよ。ユアピピさん、ラウンドアバウトだから真ん中引かれないと思うけど、わらっていう細かい指摘してみました。あ、いやいや、真ん中からの歩道に行くっていう途中で引かれちゃうっていうところなんです絶対こだわれたらいいやし、歩道って言ったら、あ、そうです、ランランララランランルーって、ランランルランランブルランランブルパックンチョみたいなね。たけしさん、ナオシカですよ。あ、ナオシカね、はい、ナオシカそれでしたっけ。ナオシカ、そうそうそう、ナオシカ、あ、ナオシカ、うん、ナオシカじゃない、違う、あ、そうかそうかそうか、あ、風の谷はナオシカですよね。虫が来た時の、ね、虫がいっぱい、あれですよね。あ、みんな、フマキラを巻くんですよフマキラ巻いたら、あの虫めっちゃ怒るんですよ。キキーみたいな、はい、10秒前、怒らしちゃったんで、キキー、ウッキー、ロータリーの娘さん、どれベータさん、ありがとうございます。もういっぱい来てますね。バカニョキ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 、大平スタイルだよ、始まるよ。大平スタイルのチューズデースタイル、さあ、はい、始まりました。はい、早いっすね、もうこの時間、この時間が最後ですよ。この時間が最後です。はい、ということで早速コーナー行きたいと思います。はい、コーナー行きましょう。はい、大平青年会恋愛相談係。はい、というわけでですね、皆さん、まあ、大平スタイルのキイチが、はいはい、皆さんからの恋愛相談だったりを、
答えていきますよ、はい、答えていきたいと思っております、はい、おパチ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 って竹下さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、オウムですよ、オウム、オウム、オウム、あー黒丸崎さん、オウム返し的なやつですね。オウムですよね、ナウシカの。あれ怒らしたら怖いからね、本当に。赤くなっちゃうからね、赤くなっちゃう、赤くなっちゃうから。赤あれ赤くなっちゃったんだっけ。赤くなる 目みたいなのが。どっちだったっけ。目かおできか何かが。いやおできじゃないだろ。なんかいっぱいついてる。あれおできだったらすごいだろ。あ元から赤いか。まあ、バケモンだけど本物のバケモンやし。バケモン個数がいや半端ないからおできの数が。ムキーっておでき真っ赤にして怒らせてきますからね。あというわけで最初ら辺最初ら辺直しかおできの殻みたいなのなんかやってたやし。おできの殻に入ってた？入ってはいないけど。入ってなかった？なんかおできの殻みたいなの持ってなかった。ダウシカ。おできじゃないけどね。目だけどね。コンタクトレンズみたいな感じでしょ？そうそうそう。あコンタクトレンズでは。でっかいやつ。例えちょっとあれだけどね。そうかい？うん。大きいバージョン。はい。赤怒り。そう赤怒り。青普通。あそうだそうだそうだ。で緑は進めと。うん。黄色は気をつけろ。信号じゃないから。気をつけろ。信号じゃない。そういう信号系なやつじゃない。なるほど、はい。ありがとうございます。はい。では大平青年会恋愛相談係ということで、はい、なんとですね、キイチに恋愛相談したいという方がですね、はい、いないということ。いないですね。おりませんね。いないということ。聞けよ。おい。カモン。今日はいないということで。はい。ではいないときはどうなんですか。僕がシチュエーションを。出しますよ。シチュエーションというかこのよく巷で言われる恋愛相談をね、はい、あ輝きさんからん。お二人はお笑い芸人なんですか。お笑い芸人です、はい、お笑い芸人です。こんにちは。はいはい、はい、あの演芸手段 FEC という事務所に所属しております。はい、ありがとうございます。はい、めっちゃお前あそこ向いてる合図してるし。あそう、せっかくフリップ出してくれたのにお前スタッフさんにメール読ませていただきます。はい。お笑い大好き高校生さん。はい。私の相談に乗って、はてな、くださってありがとうございます。あ、先ほどね、お父さんと組むことになったと。はい。はい、私、大平スタイルさんのファンです。あ、ありがとうございます。ケイちゃん好きです。あ、ありがとうございます。キイチさんの一発ギャグ好きです。はい。キイチさん、大声出さないでほしいです。耳が痛くなります。わ、泣き。もう寝ます。最後まで聞けずすいません。お笑い大好き高校生さん。あ、大声出してすいませんでした。直しましょう。でもメッセージありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。いきなり大声出しちゃうと、やっぱ聞いてる方からしたら、はい、もしかしたらイヤホンとかで聞いてたら、いきなりガッてなっちゃいますんで。何なんだろうって、はい。怒りのボルテージも上がりますね。はい。ボルテージ上がっちゃいますね。あ、よしきんさん、ケイちゃんが相談を受けてくれたら考えるわなと。いやもう最終的には補佐としてね、まあそうですね。助手なんで。助手の意見も聞きましょう。的な、はい、立場なんで。聞こう。まあ所長と言いますか。所長です。はい。教授です。教授なんですね。プロフェッサーキイチと呼んでください。プロフェッサーはキイチなので、はい。はい。何でも答えますよ。まあキイチに相談していただけたらなと。はいはい、僕ら、輝きさん、僕ら演芸手段 FEC 所属のお笑い芸人、大平スタイルと申します。はい、沖縄でね、はいはい、お笑い事務所に所属しております。ですよ、はい、はい。ぜひね。じゃあ、何か恋愛相談ないですかね。はい、助手に相談したいです、わら、ゆあぴぴさん。いや、まあ、いいけども、俺にも聞け。俺のフィルターを通して聞け。輝きさん、オレンジの方は危ない芸を得意そうですねって、メガネの方はオレンジの服を危ない方へ導いてそうですね。どっちも危ないですし、どっちもなんか危険と隣り合わせじゃないですか。輝きさんもありがとうございます。ありがとうございます。ヤピピさん、やだわらと、ダメなんかい、通さないんかい。あ、じゃあなんかキイチがちょっと、まあ、世間でよく言う、はいはい、まあ、男女間の趣味が違ったりとかするじゃないですか。あ、はいはい、彼氏が結構なんか彼氏の趣味に女性が合わせることが多いと思うんですけど、うん、まあ、その趣味に合わせられないですっていう相談がよくあるみたいなので、じゃあ僕がそれにお答えしましょう。あ、え、おさらいすると何？おさらいすると、あ、彼氏の趣味に合わせられなくて、女性がね、そうそう、女性に対してアドバイスしましょう。女性に対してってことだよね。女性に対して、まあ、どっちでもいいんですけどね。左の方めっちゃ喋るってきてる。左の方めっちゃ喋る。左ってどっちだ。俺だ俺だ。え、俺、うるせえわ、うるせえわ、お前、うるせえわ、お前。おお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 、ちょっと止めてえな。あ、止まれや。止まる、自分で止まれや。止まりますよ。はい、趣味をね、合わせる、はい、それ一番得意なのが、はい、工藤静香さんですよ。木村拓哉さんと、はい、ね、あ、ご結婚された。はい、うん、サーフィンとかね、木村拓哉さんの趣味を一緒にやることになって、はい、工藤静香さん、はい、それで仲良くなって、あ、結婚まで至るという、はい、結構なんかそういう趣味だ、男性の、はい、男性の趣味に合わせるのが得意らしいですね。得意というか男性の趣味によく合わせられるらしいです。あ、
なのでだから、まあ、女性の皆さん、ね、男性の趣味にねなるべく合わせていって、別に返答とかいらないっすよ。なんかこう、はいはい、ただ聞いていてくれればいい、ただ隣にいてくれればいい、ただそれだけでいい、そして抱きしめてくれればいい、それだけでいいんです。はい、以上が僕の答えです。はははははじゃないわ、お前最低だよ。でもやっぱ女性はある程度趣味あった方がいいよね。なんかその方が良くない？なんかお互いに、そうでもないかな。まあ黒紫さんから来てるんですけど、はい、彼氏の趣味に合わせられない女性に対する助言が欲しいということで、あ、要は彼氏は例えば何ですか、うん、まあラジコンが趣味だったりとか、まあ例えば、まあ、ラジコンというか、ね、虫集めが、まあ、映画が好きだけど、あ、はいはい、このまあそのね、女性はあまり映画も DVD とかも見ないみたいな、私は狭いところ恐怖症みたいな。そういうことでだったら家で見れやDVD とか暗いところ恐怖症みたいなね。あー、なるほどね。オレンジの服、熱湯爆かけを極めてほしいって、輝さん。いやもうほぼそんなもんばっかですよ本当に。助言ですか、はい、趣味に合わせる助言、何でもそうなんですけど、うんうんうん、その趣味だろうが相手の趣味だろうが何でも、うんうん、いいところを見つけたらいいと思います。相手の相手の、あ、相手とかその趣味の、例えばお笑いとか、お笑いとかでも僕入った頃の時は、うん、お笑いは受け身だったんですよ、うん、このお笑いのネタとか見るときも、うん、全部この FEC 入ったときとか先輩のライブとか見ても、うん、お笑い見るときは全部受け身だったと思うんですよね皆さん、うん、こうどんなのが面白い、あ、面白い、笑わせてよみたいな感じで見ると思うんですよね、うん、お笑いを見るとき。でも逆で見れば見るほどこの笑いどころを探すっていうところに行くんですよね、行き着くと。あ、そうすると楽しめるんですよこっちも。よう喋るなこのハゲ。なんでよや、静かに聞いてるから、なんだ、お、静かに聞いてるからこそ、なんかよし、じゃあ俺もなんか熱く語っちゃおうと思って語ってみたら、うん、なんでその第一の言葉がよう喋るなハゲって、聞いてないでしょ俺の話。聞きなさいよあんた本当に。よう喋んなこのハゲと思って、ハゲですハゲのね、ハゲなりのこう考えを伝えてみました。いや、だから答えにはなってないんじゃない？だからいいところを見つける。彼氏の趣味に合わせられないんだよ。あ、趣味に合わせられない、うん、合わせられないということで、あ、合わせられないから、うん、じゃ あ, あのいい自分の趣味との間を見つける、共通点を見つけるとか。あ、まあ難しい、合わせるコラボ技、うん、どう難しい、まあ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 、まあ、まあ、本当はね、まあまあまあ、一番はこう、うん、趣味がね、お互いの趣味があったりし たらいい、ね、そこの趣味に、うん、なんていうんですか、二人で ね、いろいろ、うん、できるとは思うんですけど、はいはい、でも趣味が合わないって絶対あると思うんですよ。やっぱまあもうそれぞれのこだわりはあるさ、うん、だって十人十色だしね、それぞれオンリーワンだもん。スマップも言うよオンリーワン。まああなたはずっと生涯ロンリーワンです。誰がロンリーワンよ。誰がロンリーウルフキーチ君よ。ロンリーワンです、こんにちは。迎えに聞いてね。僕の場合1たす1は0になります。僕はそれでいいと思いますけどね、趣味とかこう、うん、なんていうんですか、結局趣味って自分の好きなことなん で、 そ, うです、ね、それを他人にこう、うん、なんかこう、うん、こう合わせてよみたいな、あ、押し付けみたいな、探してよっていうのもまあ賞味な話、はいはいはい、なんかあれじゃないですか、まあ押し付けがましいというか、押し付けがましいというか、だから、うん、自分はこれを好きだよっていうのをまず知ってもらうことが大切なんじゃないですか、うん、いいことを言う。自分が今日の格言、自分がこれ好きなんだよっていうのを知ってもらうことがいいと思いますよ。うわ、来たわ。そしたら相手もね、うん、きっと、あ、これ好きなんだって分かったら、うん、やっぱね、いろいろ考え方なりなんなり変わってくるじゃないですか。まあ、柔軟だにしたり、うん、ああそうなんだって流されるかもしれないけど、うん、でも知ってもらうことってやっぱ一番大切なことだとは僕は思うん で、ね、で彼氏がいない時でもその彼女が例えば本屋さんとかに行くとするさ、うん、あれってこれ彼氏が好きなジャンルの本だとか、なんかこうコンビニとか行ってたまたま並んでる本で、普段はスルーするところだけど、うん、その彼氏が好きっていうのを知ってるから、うん、あ、これ彼氏が好きなやつだって教えようとか、こんな本あったよとか、逆になんか買ってきたりとかしたら喜ぶと思う。だからそうですね、変に好きになろうとかじゃなくて知るのが一番ですね、うん、いやいや、いいことを言いましたよ皆さん。うっせえな、はい、このハゲ。ちょっと土下座してもらっていいかな。君、何でもいいから僕の前で土下座してもらっていいかな。なんでよ。ここの床舐めてよ。ということで、ツイキャスね、読ませさせていただきます。
お茶ペータさん、ありがとうございます。お茶ありがとうございます。ユアピープさん、ホットキーお茶、ユミさん、ユミさん、笑い芸人とは笑いのツボをつっつく仕事、ただ当たり外れのある仕事でもあるなと。ああ、まあそれぞれオンリーワンだから。まあそうですね、僕らね、僕らなりになんですけど、面白いのをまあお客さんにね伝えてるんですけれども、まあそれがねもしかしたら伝わらなかったりとかする場合もあるんでね、しょうがないですよ、難しいですけどね。なるべくはね、こう、なるべくは近いところまで行きたいでありますけどね、その価値観とかね。うるせえ、お前合わせる気ねえだろ。うるせえ、お前ちょっと床舐めろ。倉村朝希さん、そろそろ、そもそも合わせる必要がないのかな、ってなって。まあ、いや、もう合わせなかったとしても、もうちょっと答えは出ましたからね、知ることらしいですよ。知ること。じゃあ告知で行きましょうか。はい、行きましょう。恋愛相談係はですね、はい、これからたくさんの、はい、メッセージ。毎週ね、はい、お待ちしておりますので、ぜひぜひ皆さんお送りください。はい、恋愛相談してくださいね、はい、メールでも送ってください。はい、はい、でちなみに、告知、はい、はい、こちらドスン、ドスン、今週の金曜日、はい、あ、今週の金曜日ですね、はい、あ、土曜日だ、ごめんなさい、土曜日です。今週の土曜日、はい、あ、小座お笑い劇場がございます。はい、はい、7月30日土曜日、小座お笑い劇場、場所がですね、沖縄市、市民小劇場アシビナーの方であります。はい、はい、時間の方が、18時オープン、18時30分スタートとなっておりますので、まあ、そちらの都合を合わせていただいて遊びに来ていただければと思います。はい、駐車場もありますからね、はい、アシビナーの方は小沢お笑い劇場もね、あの、はい、いろいろゲスト、ゲストも遊びに、はい、出てきていただきますよ、出演しますので、今月は G1 クルーさんですね。はい、そして僕らもネタをさせていただきますので、ぜひぜひお時間ある方見に来てください。お願いします。結構ね、ゆったり見れるスペースです。そうですよね、なのでね、広くて、はい、あと、あのフレッシュ笑い劇場もね、あのたくさん応募いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、で、あの予選本戦がねまたありますので、はい、そして本日たくさんのね、メッセージをいただいたので、本当にありがとうございます。ま, また来週からもね、元気よくやっていきますので、ラジオを聞いてる皆様ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さんたくさんのメッセージお待ちしております。はい、そして本日メッセージくれた方々、本当にありがとうございます。シェイシェイ、シェイシェイ出たね。はい、それではですね、FEC チューンド火曜日担当の大平スタイル、はい、はい、チューズデースタイル、チューズデースタイルですね、はい、本日はちょっともう終了の時間が来てしまいました。それでは皆さん、また来週お待ちしております。会いましょう、会いましょう。それでは本日はさようなら。です。あ、ありがとうございます。あ、メッセージは、ツイキャスはまだあれですよね。ツイツイキャスキャスツイキャスキャスメッセージ。読まさせていただきますよ。お疲れ様でした。お疲れ様でしたって。ヨシキンさん、ケイちゃん、キイチのアイコンとかなんかいいかな。お疲れ様でした。ヨシキンさんめっちゃ見てるな。見てはるな。ありがとうございます。お疲れちゃんって。お疲れ様でしたって。ありがとう、ありがとう、作り。今日も楽しかったです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。うるさい、アリさん。うるさいじゃねえ、お前がうるさいよ、怒られるよ、本当に。ユーミさん、ありがとうございます。ちょっとうるせえ、口癖になりすぎて、ちょっとリスナーの方にも言っちゃってるよ、本当に。リュウジさんもありがとうございます、お疲れ様でした。ありがとうございます、お疲れ様です。黒丸咲さんもありがとうございます。今日たくさんメッセージいただいたので、お疲れ様です。ありがとうございます。イラミネ前科のあ、お疲れ様でしたって来てます。お疲れ様でした、ソワさん、ありがとうございます。ヘーラーパンツの提供でお送りいたします。山本さん善子さんですよ。はい、まあいっぱいね、本当にもうツイキャスもコメントいただいて、この話題劇場行きたかったって、招待券もらったのに。あ、ユアピピさん、ぜひ今週行けないですか。お時間あったら行けなかったかな、ね、もし行けたらですね、行けたら来てください。よろしくお願いします。ツイッターでピロンピロンがワニ先生のハゲをいじってる時間に、こっちじゃキイチのハゲいじり、ハゲタイムかやヨシキンさんからいただきましたよ。いや、もう世界のハゲは質問読まれなかったケイちゃんさんに明日ツイッターにて相談しますって。あ、ユアピピさん、すみません、あの待ってますんで。ツイッターで相談は、あの来週の大平スタイルのチューズデスタイルあたりに送ってください。いいんで。それでは皆さん、さようなら。